長小池晃さん、お願いします。昨日も今日も雨の中、本当にたくさんお集まりいただいて、この力で断固廃案にしようではありませんか。今日大雨で茨城やあるいは栃木で大きな被害が出ています。安倍首相は戦争法案を作ってる場合じゃない。自衛隊は南スーダンやアフガンに行ってる場合じゃない。皆さん、憲法違反はあまりにも明白ではありませんか。憲法学者の大半が違憲だと言ったらば、高村自民党副総裁は憲法の番人は最高裁だと言いました。その最高裁の長官も憲法違反だ、政府の説明はナンセンスだと言ってるではありませんか。自衛隊の内部文書が次々明らかになりました。海上自衛隊の文書、統合幕僚部の文書、そして統合幕僚長がアメリカに来た会談記録も明らかになりました。12月17日、まだ与党協議も始まっていないときに夏までに成立をさせると言った、その幕僚長は記者会見で聞かれて確認中だと言いました。自分が喋ったことをなんで確認する必要があるんですか。嘘だったら言ってないと言えば済むだけの話ではありませんか。皆さん、アメリカに対して真っ先に約束をし、自衛隊の中で国民に説明をし、国会の中では何の説明をしない、そして数の力で共闘する、これはもはや民主主義の国ではありません。軍事独裁国家ではありませんか。こんなことを絶対に許さない、今こそ民衆の力を示す時だと思います。野党は立場の違いを超え、一致結束をして廃案に向けて追い込む決意を固めています。どうか皆さん、この野党の戦いを国会の周りで後押しをしていただいて、廃案へと追い込んでいこうではございませんか。